はい、かしこまりました。みんな、元気？この動画は私の生命信号が途絶えたら、みんなに自動で転送されるように設定してあるの。こういう言葉は使いたくないけど、遺言だって思ってほしいな。とにかく、私たちはお互いのことも、この世界のことも、何も知らないで出会ったよね。たくさん喧嘩して、笑って、泣いて、いろんなことがあって、たくさんのことを経験した。指揮官と出会って、人類のために戦って、多くの人々の希望になったよね。仲間と家族を見送り、世界が崩壊するっていう経験も、もう諦めたいって思ったことも、何度もあったと思う。私もそうだったから。だけど、これだけは忘れないで。あなたたちは、たくさんのことを乗り越えて、人類を守ったということ。この世界を救ったということ。いつ、どこで何をしてても、それだけは変わらない。誇りに思って。それだけの価値があるんだから。私は、あなたたちと会えて、すごく幸せだった。今も、別れたくない。こんな動画、一生見せないで済めばいいな。でも、もし、この動画をあなたたちが見ることになったら、私の、最後のお願いを聞いて。この世界をよろしくね。それから、生き残って、みんな。大好き。ここは任せて。リロード。役立たずに楽園から追放するのに。行くよ。行きます。リロード。旅立たれたのですか。ああ。名前は何と。聞けなかった。話せるような状況ではなかったから。認識表にはケイトと書かれていた。それが本人の名前かどうかはわからないが。恐ろしいですね、神職。はい、自我を奪う恐ろしい武器です。あのものでさえ乗り越えられなかったのだ。祈りを捧げてきます。やめておきなさい。今まで何人送ってきたことか。君の気持ちはわかるが、あまりにも多くの死と向かい合っておる。しかし、このまま放っておくことはできません。移ってしまうよ。死によってもたらされる沈黙が、生きる者より死者をそばに置けば、いずれそうなるであろう。
頑固だな。スノーホワイトよ、せっかくだからお墓でも作ってやったらどうだ。それはラプンツェルの仕事だ。ああ、君は頭に穴を開けることで役目を終えたと。おやめください。スノーホワイトが言っているのはそういうことではないでしょう。そうかね、こういう状況で役割分担かね。旅立った方のために祈りを捧げてお墓を作ること、そのこと自体がラプンツェルにとって慰めになるはずです。今できることはそれしかありませんから。ふん。それに侵食されたニケを送り出す仕事を毎日のように黙々とこなしている方の気持ちももう少し考えていただきたいですね。すまぬ、私も少し疲れていたようだ。構わない、私が持っている弾丸が一番多い、それだけだ。これからは私がやろう。私の剣は無限に振り回せるからの。いや、私がやる。私はただ引き金を引くだけだ。しかし、あなたは剣を振り下ろさねばならない。そうですね。それに、その剣、そういう場では使ってほしくありません。グレンのお姉様が望まないでしょうから。そうだ。だから私がやる。わかった。悪いな。ドロシー、前回の襲撃はいつだった？2日前でした。どんどん間隔が伸びているの？1日に3回も来ていた頃が嘘のようだ。時間が経つほど回数が減るはずです。ラプチャーからしてみれば、ここを狙う理由がどんどんなくなるわけですから。あと2ヶ月耐えられれば、人類は生き残ります。地上ではなく、アークで。ついに終わりが見えたな。長かったですね。今すぐおしまいというわけではありませんが、それまで頑張りましょう。すべて終わったら報われるはずです。私たちは人類を救った象徴として、勝利の女神として崇められるのです。そのすべてを享受しながらアークで余生を送ればいいのですから。ああ、2ヶ月か。今までの時間はあっという間だったのに、残りの2ヶ月がこれほど長く感じられるとは。終わりが近づくというのはこういう気持ちなのかね。嘘みたいですね。私は監視所に戻って警戒を続ける。またですか？少しお休みになられては？他の2家の皆さんもいますし、休んでください。いや、今回の襲撃も事前に気づけたからこの程度で済んだんだ。警戒しすぎて困ることはない。スノーホワイトが変わったことに慣れないのか？はい、少し。私もそうだ。しかし、思考転換を多く目にしてきたわけではないが、あそこまで、なんというか、効率的に思考転換したケースは初めて見た。でも、よかったですよ。私たちのこともすべて覚えているし、頼もしくなりましたから。正直、どうしたらいいのかわからなかったので、リリスが亡くなってから。みんなにとって衝撃だったからな、リリスの死は。彼女はまだここに？はい。行くたびに驚きますよ。あまりにも穏やかで、ただ眠っているだけのように見えます。あまり頻繁に訪ねてはならない？わかりました。では、夜の戦闘に備えて簡単に食事しましょうか。
うん。ところで、食料は残っているのかね？今のところは。そうかい。手伝おう。ラプちゃん、まもなく射程距離に入ります。準備はできておる。わかりました。いつでも大丈夫だ。何があっても、ここを守らなければなりません。人類の未来、私たちの手にかかっているのですから。ゴッデス部隊、レディー、エンカウンター。ロードします。役立たずの楽園から追放するのに。行くよ。行きます。予想より時間がかかりそうですね。役立たずは楽園から追放する前に。行くよ。くらえ。被害状況を報告してください。臨時監視所で大きく壊れたところはない。少し直せば大丈夫であろう。しかしお嬢ちゃんたちが多くやられておる。救える者があまりおらんぞ。くそ。戦力と物資が減ってきていますね。侵食された者はいるか？今日の攻撃に侵食を誘発する個体はいませんでした。そこはご安心ください。倒れた方々のご冥福を。はい、皆さんのお墓を作りましょう。私がやります。ラプンツェル、数が多すぎます。それでも私がやります。これしか私が皆さんにしてあげられることがないのです。わかりました。私は見張りに立つ。では私は崩れた場所の手直しをするとしよう。はい、私はアークに連絡します。あ、困ったわね。アークに連絡しますか？あ、はい、お願いします。通信解放。ただいまより記録された音声をアークに転送します。通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する可能性があります。私はゴッデス部隊のリーダー代行ドロシー。リーダーだったリリー・バイス少佐の死亡によりリーダー代行を務めています。アークにゴッデス部隊の現状況を報告します。巨大地下都市アークへ移住する。地上の重要人物を保護及びガイドする。アークガーディアン作戦は達成率 72% という数値で成功を収めました。現在地上に残っている人類は公的にはおりません。ゴッデス部隊及び多数の量産型ニケがアーク入り口に建てられた臨時監視所に駐屯しており、アークが完全に閉ざされ封鎖されるまで、ラプチャーの襲撃から入り口を守っています。今後2ヶ月間、封鎖が完了するまで警備を続ける予定です。我々は今、危機に瀕しています。補給品と人員はどんどん減っており、度重なる戦闘により、心身ともに極限状態です。封鎖中であるアークからの支援は望みません。私たちは、最後まで使命を全うし、成功を収めるでしょう。その代わり、約束してください。
アークの封鎖が終わったら、私たちをアークに連れて行くことを、アークで私たちを勝利の女神として扱うことを、人類のために戦ってきた私たちが誇りを持てるよう約束してください。以上です。返答をお待ちしております。アークからの連絡はあったかね。すみません、まだです。アークに移住したばかりですから、あちらも忙しいのでしょう。うん、そうか、君がそう思うならいいのだ。それに謝る必要はない。元気を出しておくれ。はい、ありがとうございます。おいしいものでも食べましょうか。急にどうしたのかね。こういう時こそおいしいものを食べて元気を出さないと。その考えには大いに賛成だが、残りの食料は大丈夫かい？3ヶ月分の食料を備蓄しています。私たちはあと2ヶ月耐えればいいだけですから。うん、最悪の場合に備えておかなくてもいいのかね。大丈夫です。私たちは無事にここを守りきり、アークに行くのですから。よし、食べよう。スノーホワイトとラプンツェルを呼んできます。全員集まったら一緒に食べましょう。私が料理します。おお、料理できるのかい？それは知らなかった。リリスほどではありませんが、ある程度は。美味しいと言えるレベルではないでしょうが、保存食をそのまま食べるよりはマシなはずです。そうか、では楽しみにしているよ。はい、行ってきます。私はこのまま警備に当たる。食事はこちらに持ってきてくれるとありがたいのだが。みんなで一緒に食べましょう。一人でただ食べるのではなく。私は警備に当たらねばならない。移動した瞬間、ラプちゃんが攻め入ってくる可能性もある。その時はみんなで戦えばいいじゃないですか。それだと犠牲者が出る。発見してから対処しては遅いんだ。先手を打たねば犠牲は減らない。じゃあここで料理します。それならいいでしょ。問題ないだろう。わかりました。ここにみんなを呼びますね。わかった。メニューは何だ？まだ決めていませんが。美味しいものだといいな。なぜ笑う？いえ、ごめんなさい。スノーホワイトらしいなと思って。あなたは何も変わっていません。思考転換を経験したのにそのままです。話し方と性格が変わっただけで、あなたをあなたたらしめるものは何も変わっていませんね。そうか。はい、そうなんです。では私はラプンツェルを探してきます。ラプンツェルなら墓場にいる。はい、そうだと思ってました。行ってきます。ラプンツェル。あ、ドロシー。お祈り中ですか？はい。何を祈っているのですか？皆さんがこの先ずっと穏やかに過ごせるよう祈っています。じゃあ私も一緒に祈ります。え？一緒に祈れば願いが早く叶うのでは？ありがとうございます、ドロシー。でも大丈夫です。これは私がすべきことですから。わかりました。じゃあ終わったら監視所まで来てくださいね。みんなでご飯を食べましょう。はい、あと30分だけ祈りを捧げてから行きます。はい。
スノーホワイト、そろそろ降りてきて食べませんか？いや、私はここを動かない。わかりました。では私が持っていきますね。マッシュポテトの匂いがするの。その通り。隣にあるのはクリームスープに胡椒をかけたもの。今作っているのは揚げ物か。ビーフジャーキーを揚げているようだな。どうしてわかるのでしょうか？降りてきて一緒に食べたらどうかね。そうですよ。今は特にラプチャーの動きもなさそう。距離4000、ラプチャー発見。砲撃型多数、ハイドせよ。全員ハイド。スノーホワイト、できるだけ砲撃型を捉えてください。ラジャー、グレン、私と一緒に接近しましょう。この距離では私たちの火力が十分に届きません。接近後私が援護します。直進で侵入し一気に切ってください。いいだろう、行こう。ラプンツェルは量産型の皆さんを連れて私たちが逃したラプチャーを狙ってください。はい、お任せください。行きます。そう、リロード。役立たずは楽園から追放するのです。行くよ。くらえ。予想より時間がかかりそうですね。リロード。役立たずは楽園から追放するの。行くよ。行きます。役立たずは楽園から追放するのに。ラプンツェル、状況報告をお願いします。量産型の皆さんはお一人を除いて全員。そうですか。それから食料倉庫が先ほどの砲撃で。なんと。何かしら残っているはずです。衝撃で破損した程度ならなんとか。焼夷弾にやられました。すべて燃えてしまったのです。何も残っていないのかい？ほうほう、まったく。2ヶ月間空腹に耐えねばならぬのか。ん？これは種？こんなところまで種を持ってきた者がいたのか。どれだけここにいるつもりだったのかね。これをこのまま食べたところで何の腹の足しにもならぬだろうし、植えて育てるには長い月日がかかるであろう。これは使い道がなさそうだ。ひとまず食べられるものはすべて確保しましょう。
私は警備に当たる。スノーホワイト、今大事なのは。先に発見したからこの程度で済んだんだ。発見が遅れていたらどうなっていたかわからない。わかりました、お願いします。残ったのはこれだけですね。プロテインバー10個、ビスケット2箱、ポテトのお菓子3袋。今の人数なら2食分といったところかね。おう、そういえば酒の倉庫はどうなっている？それは無事です。不幸中の幸いだな。この周辺には人間がたくさんいましたよね。そうだな。アークに空きが出るのを待つためにこの監視所付近に集まっていたはずだ。臨時キャンプ場がそれなりにあったはず。そちらに行ってみます。食料が残っているかもしれません。あまりいい結果は期待できぬが、何もしないよりはいいだろう。私も共に参ろう。いいえ、私一人で行きます。グレンはラプンツェルと一緒にここを守ってください。リーダーが単独行動とは何を言っておるのだ？そうですよ、いっそ私が。いいえ、私が行きます。未確認の場所にはまずリーダーが足を運ばねばなりません。リリスならそうしたはずです。私が行くと言っておるのに。量産型の皆さんをよろしくお願いします。人類のために最後まで残って戦ってくれた皆さんを見送ってください。私は彼女たちが命を失うと分かっていながら力を貸してほしいと言いました。私には哀悼する資格なんてありません。それに二人も抜けるとここを守ることができません。何かあったらすぐに信号弾を撃ってください。はい、ご心配なく。ピノさん大丈夫ですか？ああ、私の名前を覚えててくれたんですね。もちろんです。さすが聖女様。普通は私たちみたいな量産型の名前なんて知らないのに。あ、私のことは心配しないでください。仲間たちはみんな最善を尽くしました。そうか、ありがとう。たまたま聞いてしまったのですが、臨時キャンプ場に行かれるのですか？はい、ご存知の通り食料を確保しなければならないので。じゃあ私も一緒に行ってもいいですか？荷物運びくらいはできますよ。え、いいえ、ダメです。危険ですから。ラプチャーが待ち伏せしているかもしれませんし。飢え死にするのもラプチャーに殺されるのも似たようなものではありませんか？すみません、冗談だったのですが、今言うことじゃなかったですね。ただ少しでもお役に立ちたくて。ピナさん。そのために私たちがいるんですよ、雑用係です。そんなこと冗談です。おこがましいかもしれませんが、仲間じゃありませんか。一緒に危機に立ち向かう仲間。ドロシー。わかりました。ではお世話になります。こちらこそよろしくお願いします。捨てられた車、テント、炊事道具。人間はここで暮らそうとしていたのでしょうか？いいえ、奇跡を願っていたのです。アークには
選ばれし人間しか入れませんでした。その数は人類全体に比べてごく少数。ほとんどの人たちはアークに入れませんでした。それでアークの入り口にキャンプを作り、欠員が出るのを待っていたのです。もしかしたら、ひょっとしたら、万が一空きができたら自分が入れるかもしれないと。そんなことあったのですか？いいえ、他の候補者がその空席を埋めました。じゃあここにいた人たちは。この人たちはどうして逃げなかったのでしょうか？行き場がなかったからです。故郷はラプチャーに破壊され、他の共同体もラプチャーに壊された。最後の希望を胸にここに来たはずです。そして目の前で最後の希望が崩れた時、目に見えているのに、たどり着けそうなのに、そこに自分の居場所がないと知った時、人はいとも簡単に壊れます。私たちもそうなるのでしょうか？私たちは大丈夫です。私たちには帰る場所がありますから。そうですか、わかりました。では早く食べ物を探しましょう。テントの中を確認すればいいんですよね？そうですが、あまり勢いよく開けては。ここには何もなさそうですね。次に行きましょう。平気なのですか？まさか。でも割と大丈夫ですね。多分私が人間だった時にしていた仕事と関係しているんだと思います。人間だった頃の記憶があるのですか？私たちみたいな量産型には人間だった頃の記憶はほとんどありません。だからただの推測です。あ、そういえばゴッテスの皆さんには記憶がそのまま残っているんですよね？はい。うわ、それは本当に辛そうですね。すごく混乱しそうです。自分なのに自分じゃないなんて。私だったらとっくの昔に思考転換していたかもしれません。だから尊敬しています。ありがとうございます。では次のテントに行きましょうか。テントの中は私が確認するので、ドロシー様は周りを確認してください。いえ、私も一緒にテントの中を。ドロシー様、人間の死体に慣れていないでしょ？ですから私がやります。こういうことをゴッテスの皆さんにさせるわけにはいきませんから。でもやります。やらせてください。ああ、わかりました。はい、よろしくお願いします。これは缶詰かね？はい、状態が良さそうだったので持ってきました。ですが念のため中身を確認してから召し上がってください。よくこんなに持ってきたの。明日までは問題なさそうだ。ピナが頑張ってくれました。あ、いえいえ、とんでもないです。さあどうぞ召し上がれ。ドロシーとピナさんは？私たちは食べてきました。ほほう、腹の中に入れてくるとは賢いなでしょ。私が準備するのでドロシーはお休みください。え、いいえ、私も手伝います。疲れ切った顔をしていますよ。
休んでください、ドロシー。ごめんなさい。では、少し休ませてもらいますね。ひどい状態ですね。あ、テントが破れていて、直射日光を浴びてしまったんですね。これは、何ですか？人間です。これが？どうして？人間は、ニケとは違いますから。死んでから長時間経過すると、こうなります。いけませんね。ここはパスしましょう。はい、そうしましょう。昨日に引き続き、今日も何もありません。4日間、何も見つけられませんでした。臨時キャンプ場に残されているものは、もう何もありません。すみません。隅々まで探してみたのですが、もう本当に底をついたようです。アークとはまだ連絡がつかないのかい？はい。ずっと試みてはいます。そうか。ウォータータンクが昨日の戦闘で壊れたことも報告したのかね。はい。30人以上いた量産型のお嬢ちゃんたちがもう一人しかいないということも。はい。電気が切れたことも。はい。私たちが死に向かっているということも。はい、しました。全部報告済みです。アーク封鎖のタイムリミットは、約5週間か。君の希望を踏みにじるようで、今まで黙っていたのだが、この状況を考えると、アークは私たちを。やめてください。そんなはずありません。私たちはゴッデスです。人類の希望。勝利の女神。だから、そんなはずありません。そんなこと、あってはなりません。まだ通信がつながっていないだけです。だから、私を信じてください、グレン。私もそうしたいのだがね。私は、祈りを捧げに行ってきます。最近よく行きますね。たくさんの方が旅立ちましたから。それは分かっていますが、生きているものよりも死者を大切にしている気がします。今は死者の方がいいかもしれません。何ですって？怒ることもなく、絶望することもなく、他人を傷つけることもありませんから。私は今、ここにいる方が辛いです。ラプンツェル。一体何を？死がもたらす静けさに憧れているのか。この状況では無理もないがね。行きますね。待ってください。これからのことについて話し合わないと。ではなぜスノーホワイトを呼ばないのですか？警備をしているからです。もう5日間も襲撃がありませんでした。5日間、一睡もせずに、一人で警備をしています。私たちのために。死者ではなく、生きている私たちのために。私にも、一人の時間が必要です。では、ラプンツェルも警備をしてください。狙撃もできず、湿度によって軌道が変わるその杖で、警備すればいいではないですか。私が、役に立たないと言いたいのですか？違います。ごめんなさい。さあ、それくらいにしないか。数日ぐらいは食べなくても平気だろう。
私たちは2期だから、これぐらいなんとも。おっと、参ったね。いや、これはだね。その、液体触媒の中からアルコールが検知されますね。食べ物の代わりに少し飲んだのさ。穀物で作ったものだから。何を考えているのですか？こんな状況で飲酒だなんて。いいではないか。一杯しか飲んでおらんぞ。一杯しか。あの、この雰囲気、一体、どうしたんですか？みんな疲れているのです。私は、ゴッテスの皆さんが、こんなことで争う姿は見たくありません。私たちは君の見せ物ではない。いえ、見せ物です。言葉を選んだ方がいいのではないかね。私たちは、ずっとあなたたちを見ていました。あなたたちが、最初に戦場に現れた時から、今までずっと、人類の希望、勝利の女神、これほど、あなたたちにふさわしい称号があるでしょうか。だから、ずっと夢を見させてほしいのです。争わないでください。争うなら、私たちがいない場所でお願いします。そんな事情を汲んでやれるほど、私たちに余裕はないのだよ。いいえ、なくても作ってください。君、いい加減に。私を含めた、ここにいた量産型逃げたちは、あなたたちの隣で戦いたくて志願したんです。こんな姿を見るために、命を懸けてあなたたちの隣にいるんじゃありません。亡くなった私の仲間たちが、天国でも誇りに思えるようにしてほしいんです。お願いです。じゃあ、私は、休みますね。何かあったら呼んでください。少し、休みましょう。祈りましょう。皆さんの魂が道に迷わず、故郷へ戻り、穏やかに過ごせますように。来世は、争いのない平和な世界に生まれ変われますように。お救いください。苦しみながらこの世を去った彼女たちの魂が慰められるよう、お救いください。抱きしめて、慰めてくださいませ。ん？ドロシーではないかね。こんな夜中にどうしたんだい？夜間パトロールでもしているのかね。さあ、立っていないで、隣に座りなさい。ああ、これかい？これは酒じゃない。ただの水さ。喉が渇いたから、喉を潤しているのだよ。信じられないのかね？じゃあ一杯飲んでみたまえ。さあ、早く。飲めば心配事もなくなる魔法の水だぞ。ドロシーか。はい。現在まで特に問題は起きていない。戻って休め。ここは私が見ているから。
何か命令でもあるのか。悪いが、私は警備のためここを離れることができない。グレインやラプンツェルに頼んでくれないか。あの二人。ん？いえ、何でもありません。そうか。少し降りてきてくれませんか。ダメだ、私は警備に当たらなければ。パークに連絡いたしますか。はい、お願いします。通信解放。ただいまより記録された音声をパークに転送します。通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する可能性があります。ゴッデス部隊からアークへ。現在の私たちの状況は絶望的です。一刻も早い支援と補給が必要です。アークの入り口を守れなくなる危険性がどんどん高まっています。この音声を確認次第支援と補給を送ってください。以上です。返答をお待ちしております。記録完了。アークに音声の転送を試みます。転送実行回数は何回に設定しますか。つながるまでです。命令認識完了。電波が良好な場所へ移動します。リリスに会いに行かなくては。リリス、難しいですね。リーダーというのは、正直言うと、あなたのこと大変そうだなんて思ったことありませんでした。与えられた状況で最も適切な判断を下し、仲間たちと仲良く過ごせばいいだけだったんですから。それがこんなに難しいとは思いませんでした。どうすればいいのでしょうか。どうすればこの状況を打開できるのでしょうか。その答えは私が知っています。ピノ、どうしてここに。ここはリリス様が眠っている場所でしょ。私もよく来るんです。一度も話したことはありませんが、みんなの憧れの存在でしたから。まあ今回はドロシー様についてきたのですが。答えを知ってるとはどういうことですか。ドロシー様は他人に手伝ってほしいとは絶対に言いませんよね。プライドの問題ですか。それとも一人でやらないと気が済まないタイプ。私がですか。はい。知りませんでした。ドロシー様は他人を信じていないんですね。はい。なぜですか。さあ、他人がやるより私がやった方が早くて確実だから。だから誰かに泣き言を言うのが嫌なのです。うわあ、プライドが高いですね。そうですね。頼んでみてください、仲間に。私は頼み方を知りません。じゃあ私が教えてあげます。たった一言でいいんです。手伝ってくださいって。それが役に立つんですか。一番正直で確実で自分の意図を 100% 完璧に伝えられる数少ない魔法の言葉ですよ。ドロシーか。はい。特に問題はない。よかったです。
何か命令でもあるのか。スノーホワイト。なんだ。ちゃんと寝てますか。いや。食事は。取っていない。少し降りてきてくれませんか。私は警備に当たらな。手伝ってください。私を手伝ってください。スノーホワイト。言ってくれ。何をすればいい？食べ物が必要です。電気も復旧させないといけないし、飲み水も必要です。壊れた施設の補修もしなければならないし、弾丸も足りません。わかった。私が解決する。アークと連絡がつきません。なのに二人は、祈りを捧げてばかり、お酒を飲んでばかりです。リリスは亡くなり、レッドフードもいません。希望を失ってしまいました。ドロシー。はい。ちゃんと寝ているか。いいえ。食事は？取っていません。それを食べて少し寝てこい。ただいまより警備を諦め、付近を捜索して必要な物資を確保する。ここの防衛は任せる。私も一緒に行きます。ドロシーがいなければ誰がこの場所を守るんだ？酔っ払いと祈ってばかりの奴に任せるわけにはいかない。ひどい顔だな。そうですか。あなたはリーダーだ。そんな顔は似合わない。堂々とするんだ。プライドを持て。私たちにはその資格がある。あなたは特にそうするべきだ。あなたは、本当に変わりませんね。あなたは変わったな。そうでしょうか。ドロシーの口から、手伝ってほしいという言葉が出たのは初めてだ。これが、仲間として共に歩もうという意味なのか、絶望してどうすればいいかわからないという意味なのかは知らないが。両方。だと思います。一日に一回は立ち寄ろう。あ、スノーホワイト。うん。ありがとうございます。こちらこそ。ドロシー様、あの、スノーホワイト様がいないのですが、何かあったんじゃないですよね。スノーホワイトは周辺で使えそうなものを探しに行っています。では警備は誰が？交代で当たるつもりです。え、どうして？ピナ、あなたの言う通りです。私たちは人類の希望であり、勝利の女神、その象徴とも言えるゴッデス部隊です。弱いところを見せるわけにはいきません。つまずく者がいれば、無理やりにでも立たせます。私たちは常に人類の前に、皆さんの前に、堂々と立たねばならないのですから。そのために、私たちが踏ん張らなければ、逃げてばかりいては、ダメですよね。では。はい。あの二人を起こしに行きます。一緒に行きますか？いいんですか？もちろんです。私たちが崩れゆく姿を見て、胸を痛めてくれたあなたに、立ち上がる姿もお見せしないと。私たちだけを見つめて残ってくれたあなたに、見ていてほしいのです。私はずっとピナの、皆さんの憧れでいたいから。ラプンツェル。先に旅立った彼女たちをお救いください。苦しまず永遠に穏やかに過ごせますように。立ってください。
私たちをお救いください。ラプンツェル、私たちを憐れみ絶望に立ち向かえるようにどうか力を。誰も私たちを救ってはくれませんよ。私たちを救えるのは私たちだけです。すでに旅立ってしまった方たちのことは私たちの胸の中にしまって、生きている人たちのために動かなければ。それでは無念にも亡くなっていった皆さんがかわいそうです。誰が無念だと言いましたか？え？ここに眠っている方の中で無念だと言った人はいますか？私は一度も聞いていません。聞かなくてもわかります。私が断言しましょう。旅立った方の中で無念だと思っている方はいません。みんな矜持を胸に誇らしく旅立っていったのです。いいえ、無念だと悲しいと言っています。あ、いいえ、誰もそんなことは言っていないし思ってもいません。隣で見ていた私が誰よりもよくわかっています。では聞こえてくるこの言葉は、無念だと悲しいと語るこの声は、ラプンツェルの声でしょう。ね、望みもしない戦いに連れてこられ、死に物狂いで戦ったのに、アークからは何の返事もありません。それであなたが無念だと思っているのでしょう。食べ物も水もなく、電気も途絶え、仲間たちは一人また一人と去っていく。昼夜問わずラプチャーがいつ攻め入ってくるかもわからず、常に神経を尖らせていなければならない。辛いから諦めたい。けれどこういう時に自分を奮い立たせてくれた一番大切だった。信じていた仲間はもういません。だからあなたが悲しいのでしょう。ドロシー、私がリリスを恋しがるのと同じくらい、ラプンツェルもレッドフードを恋しがっているのです。でももういませんよね。死んだのです。死ぬほど会いたいのに会えません。死んだから声を聞きたいのに聞けません。死んだから死者には会えないし話すこともできません。だから彼女たちの声が聞こえるというのは嘘です。それはただのラプンツェルの願いに過ぎません。あるいは自らが生み出した幻でしょう。私の声を聞いてください。今ラプンツェルの隣に立って助けを求める私の声を聞いてください。私は今ここに立ち息をして話をしています。そして手を差し出しています。ラプンツェルがこの手を握り再び立ち上がることを願って、死者はラプンツェルを立ち上がらせることはできないし、ラプンツェルも彼女たちを呼び戻すことはできません。ただ引っ張られるだけです。ドロシー、この手を掴んで立ち上がってください。生きている私の手を、いい時も悪い時も私が一緒にいます。私たちはゴッテスじゃないですか。人類の希望であり勝利の女神。私は自分がそうだと思ったことは、いいえ、あなたはもうなっています。人類の希望に、女神になってしまったのです。はい、皆さんは私たちの希望であり絶対に汚れることのない憧れです。裏切らないでください、ラプンツェル。生きている私たちを、立ち上がってください。死と限りなく近づくことが、指揮官とリリスが望んでいたハッピーエンドではありませんよね。ラプンツェル、少
少し待っていただけますか。お別れの挨拶をして行きます。ありがとうございます、ドロシー。私こそありがとうございます、ラプンツェル。これはこれは、ドロシーじゃないか。ついにいっぱい飲む気になったのかね。こちらに座るがよい。温めておいたか。お何をするのかね。やめなさい。どうして？少しは酔いが覚めました？これくらいでは覚めそうにないな。そうでしょうね。そもそも酔ってもいないのですから。やめてくれ。ドロシー様、何を。さあ、ピナも飲んでください。うっ、あれ、はあ、水ですね。いや、酒だ。水ですけど。酒だと言っておろう。おかしいと思いました。あんなに飲んでいたのに、もう残っているはずありませんから。それで水を酒のように飲み、酔ったふりをしながら何がしたかったのですか。さあ、気分だけでも酔いたかったのではないかな。ほほう、ここのお酒も悪くありませんね。そうであろう、絶品だ。一杯どうぞ。君も一杯飲みたまえ。誰かと一緒に飲むのは久しぶりだから、早く酔いが回るの。そうですか。実は私もちょっと酔ってきました。そうかい。じゃあ酔ったついでに真面目な話でもしようか。いいですね。聞きたいことがあったのですが、先にいいですか。いいだろう。どうしてお酒を飲むのですか。少し休みたかったのだ。懸命に走りすぎていた。姉さんと一緒に剣を持ってラプチャーと戦う日々だった。そうして姉さんが死んでしまった。この剣、花に10日の紅なしだけを残して、そうして君たちに出会ったのだ。リリスも、レッドフードも、いい仲間たちだったの。ああ、もちろん君たちもいい仲間だ。だから頑張って、また戦ったんだ。そして目標を達成した。アークへ人間たちを連れて行き、守ったのだ。それで終わりだと思っていた。なのに、ここでまた戦わねばならぬというじゃないか。だから、少し休みたかったのだよ。たくさん休めましたか？ああ、
たくさん休んだ。だからまた立って戦わねば。はい。ドロシー、君はん？なぜ戦うのかね。自慢したいからです。ほほう、かっこいいじゃないですか、勝利の女神って。私、周りに自慢するのが大好きなんです。誰かの憧れになりたいし、誰かが私を人生の目標にしてくれたら嬉しいです。ほうほう、それでリーダーに名乗り出たのかい。そうですね、私の理想をこの目で見たから。私もそうなりたかったんです。どれどれ。2割くらいはリリスに近づいたと言えるかもしれんな。ありがとうございます。だが、リリスはリリスで、君は君だ。もちろんです。では、酒もたっぷり飲んでぐっすり休んで、おしゃべりも楽しんだことだし、そろそろ動こうかな。はい。あれ？ん？どうしたのかね？あそこ。ほうほう、こんな場所にも新しい命が芽生えるのだな。あれは、あの時グレンが捨てた。行きましょう。やることがたくさんあります。アーペに連絡しますか。はい、お願いします。通信解放。ただいまより記録された音声をアークに転送します。通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する可能性があります。ゴッデス部隊からアークへ。アークガーディアン作戦開始後20日が経過しました。現在の臨時監視所の状況は異常ありません。すべて良好です。支援は必要ありません。私たちはアーク封鎖までの残り時間、ここをラプチャーの攻撃から守ります。そして、もう一度約束してください。アークの封鎖が終わったら、私たちをアークに連れて行くと。そこで私たちを勝利の女神として扱うと。人類のために戦ってきた私たちが、その対価を得られるようお願いします。以上です。返答をお待ちしております。記録完了。アークに音声の転送を試みます。転送実行回数は何回に設定しますか？つながるまでです。命令認識完了。電波が良好な場所へ移動します。何かね、これは。何ですか？この付近を捜索して見つけたものだ。電線にレンガに缶詰。ほうほう、酒もあるな。あら、やはりそれが一番先に目に入るのですね。まあ、本能のようなものだ。この袋の中には何が入っているのですか？鹿だ。鹿って、あの鹿ですか？あの鹿がなんだか知らないが、とにかく鹿だ。下処理の仕方がわからず、そのまま持ってきた。適当にかじって食べればよかろう。ダメです。私、鹿の下処理できますよ。
ピナが？はい、何度か焼いて食べたことがあるんです。絶品とまではいかなくてもなかなか美味しいですよ。ほうほう、それは楽しみだ。スノーホワイト、一体どうしたんですか？すまない、鹿は好みに合わなかったか。そうじゃなくて、警備をしていたはずでは？なぜ急にこんなことを？もちろんとても嬉しいですが。ドロシー。はい。ただいまより我々の目標は生存です。アークからの連絡が遅れている今、支援は当てにできません。また臨時監視所の警備は最低限を維持します。二人残し、残りは付近を捜索して生存に必要な物資を確保します。ほほう、そうすることにしたのかね。はい、私たちは生きなければなりませんから、食べ物は最低限必要な分だけ確保します。理論上私たちは食べ物を摂取しなくても平気ですから、脳に与える最低限のカロリーだけ摂取するようにしましょう。私はコア動力だけで十分ですから、食べなくても平気ですよ。いいえ、プロトタイプである私たちとは違い、量産型の皆さんは食べ物からのエネルギーを必要としないようですが、食べ物を食べなくてもいいことを当然だと認識した瞬間、思考転換が起きます。何度も見てきたことだ。あれは見ている側も辛いものさ。だから量産型の皆さんも食べ物を摂取しなければなりません。睡眠も同じです。はい、わかりました。他の時間は臨時監視所の補修や装備の補強に集中します。私たちには体を覆う布団も火も必要ありませんから、これだけでもだいぶ助かります。ということは、食べ物さえあればなんとかなりませんか？生きることはできますよね。いいえ、何かをする必要があります。ここでじっとしていてはいけないのです。付近を捜索して、いくつか使えそうなルートを見つけた。みんなで全てのルートを確認した後、分担を決めよう。はい、みんな一緒に動きましょう。一緒に？ここを開けて？はい。スノーホワイト、ルートを回るのにどれくらいかかりますか？全てのルートを回っても半日あれば十分だ。見るだけだ、それほどかからないだろう。わかりました。では全員一緒に行きましょう。大丈夫ですか？ここを開けてラプチャーが来たら。心配はいりません。たった半日でここを破り、アークの入り口までたどり着くことはないでしょう。それでも心配ですか？はい、不安なら仕方がない。では私たちだけで行くとしよう。そうだな、明日もう一度二人にルートを教えよう。はい、よろしくお願いします。では行ってまいります。留守は頼んだぞ。ピナ、鹿の下処理ができると言ってましたよね。やってみましょうか。あ、はい。これで終わりです。ちょっと難しかったですか？いいえ、難しくはなさそうですが、私にはできそうもありません。ドロシー様は意外とこういうのが苦手なんですね。ゴッテスにもできないことがあるんですね。私たちも完璧ではありませんから。ピナ、見苦しいところをお見せしましたね。
勝利の女神だの、人類の希望だのと言っていたくせに、絶望したまま何もせずにいましたから、絶望に至るまであっという間でした。でももっと大変なことも乗り越えてこられたのでしょう。そうですね、これくらいどうってことないほど大変なこともありました。あの時は未来がありましたから。でも今は未来が見えませんでした。楽園だと思っていた場所に私たちの声は届かず、沈黙の楽園をただ黙々と守るだけでした。考えてみると悔しくて、まるで片思いみたいで、それで優先順位から排除しました。まずは私たちが生き残らないと楽園を守ることはできないでしょ。その通りですね。私たちは生き残ります。そしてこの足でアークに戻ります。お祝いとねぎらいの言葉を聞き、敬意を表されながら花道を笑顔で歩くでしょう。その時あなたが私の隣にいてくれたら嬉しいです、ピナ。はい。ドロシー様、この音は。行きましょう。なんですか、あの数は。しばらく襲撃がなかったのはこのためだったの。どうしますか、あの数を私たち二人では。フィナ、信号弾を撃ってください。それから隠れてください。絶対に出てこないように。ドロシー様は。応戦します。一人では無理です。一緒に隠れましょう。いい、今の私なら何でもできそうな気がするのです。だからピナを見守っていてください。私の存在をその目に刻みつけるのです。すぐに終わるので休んでいてください。状況終了。ピナ、見ましたか？私を。ピナ、もう出てきてもいいですよ。ドロシー様。どうでしたか？私が活躍する姿は、勝利の女神のようでしたか？ドロシー様。ドロシー様。どうして、どうして、なぜ。ドロシー様。しっかりしてください。ピナ、私の声が聞こえますか？侵食なんかに負けないでください。私がいます。私がゴッテス、勝利の女神、人類の希望。ドロシー様。ピナ、一緒に戦え。
生きたらいいから。信号弾。ち、狙っていたかのようなタイミングだな。行こう。ドロシー、ご無事ですか？ドロシー。何をしておる。今すぐそれをしまえ。ドロシー、やめるんだ。皆さん、私の弾丸を見ませんでしたか？撃ちたいのに弾丸がありませんね。返してください。ドロシー、返してください。ミナを返してください。楽園に一緒に行くと。だから返してください。私の大切な妻さん。ドロシーは部屋で休んでいます。危険はないかね？はい、危険そうなものはすべて片付けました。スノーホワイトがドアの外で見守っています。はあ、侵食を誘発する個体がいたようだ。正面ではなく横から来たようだな。それでピナさんが？大きなやつだった。私たちの5倍はあったであろう。しかし、それを、ティナ一人で倒したそうではないか。すごいと思わぬかね。力の差が歴然としているのに、倒したのだ。たった一人で、ドロシーを守るために。その瞬間、彼女もまたゴッテスだった。はい。そうですね。誰よりも強い人でした。ピーナ。アークから転送された音声ファイルがあります。お聞きになりますか？